お疲れ様です。それでは第43週目、こちらの方の見通しについてお話ししていこうと思います。まずは経済指標カレンダーから材料の見通しですね。材料による見通し、10月の21日から10月の25日です。え私からのですね、日々の配信はすみません、ありませんけども、まあ、週間の見通しだけ残して旅立っていこうと思います。え21日は、はい、材料ありませんね。 はい、ポンと終わりました。珍しいですね、こういう時はね。で、そのまま火曜日に入るんですけども、火曜日も大した材料がありません。で、そのまま水曜日に入りますけども、水曜日もね、パラパラとアメリカの材料が入ってるんですけども、そこまでね、ドル円市場に影響があるようには思いません。で、木曜日も同じです。このように、43週目なんですけども、かなりテクニカル的に、 動かかしやすす。すいいなと思います木曜日の23時ですね、住宅件数がありますんで、ここで、えー、相場の方があかなり、ね、荒れてくるんじゃないかなと思いますんで、えー、42週目、今週と同様に、43週目も月火水木が一つのかか、ま、塊になって、金曜日が単独で存在するってことになりますね。で、その金曜日も前の晩の23時に住宅件数発表ですから、おそらく朝というかね、9時とか10時ぐらいまでには、 なるほど落ち着いていくんじゃないかなと思います。ですので、金曜日の難易度も高くありません。えー、と43週目。材料的には十分毎日勝負になりますので、月曜日から仕掛けていきましょう。えー、と150円から上の方に151円の方に伸びていくのか、それとも149円の方に縮んでいくのか、はっきり言ってここはわかりません。ここまで材料がないとわかりません。わ <laughs> かりませんけれども、まずはレンジを見つけて、そのレンジの中でどう動いていくか、レンジをいつごろブレイクしていくのか。 まあ、こういったことに忠実に、えー、まあ、仮説を立てていって、ストーリー立てていけば、まあ、無理なく毎日勝負になるんじゃないかなと思います。はい。まあ、私はおりませんけども、皆さん、たまには、は <laughs>、自力でやってみてください。すいませんけども、よろしくお願いします。25日には戻ってきます。それじゃあ。